母方の祖父が私のことを自慢の孫だって小さい頃からずっと言ってたの。誰よりも可愛いって。私がひどい目に遭った時は、祖父がすごく怒って守ろうとしてくれたり色々助けてくれた。恥ずかしがり屋の私はそれが苦手で、ありがとうもおじいちゃん大好きも何も伝えてないのに。そのまま祖父は死んじゃった。最後、病院のベッドで私が来たら無理やり体を起こしていつもの笑顔を見せてくれた。思春期だったから何も言えないままそのまますぐ死んでしまったわ。せめてありがとうって言いたかったし、大好きって言えばよかったわ。私バカだわ。今さら気づくなんて。おじいちゃんごめんなさいありがとう。本当にね。死んでしまってから気づいてもう会えないし何も話せないのよ。おじいちゃんにありがとうって言いたかったわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。